すいません。何をしたい、何だろう、マイク。デモ隊、こちら、こちら、デモ隊、こちら、どうぞ。デモ隊、こちら、どうぞ。ごめんなさい。こちら、こちら、取ってください。はい、デモ隊の方、取ってください。ごめんなさい、ご迷惑をおかけしております。はい。はい、どうも。うちの車の、はい、どうも。車の後ろに、位置してください。はい、天気良くてよかったですね、今日ね。本当、あ。そう、まあ、満泊もないと一度行ってみたいんですけどね。うまそうなんですよ、ほんと。まあ、ちょっとね、ですよ。ね、前にもっとついて、出ないでください、出ないでください。みんなね、そう、やっぱりこの、うまい飯が食えるのも、まだこう、まだ一応かろうって、ね、戦争もないし、平和、あるので、そう、ごめんなさい。すいません、なんか、ね、もっと前に詰めましょう。公務長ですね、解散問題、各局やってもっともっと詰めるようにお願いします。明らかに嘘であるかに詰めるように指示をしてください。ね、これがバカ言っておっちゃってるのちょっとやっぱりおかしいと思います。はい、いいですよ。はい、じゃあ出発お願いします。はい、バカ言っておっちゃってですね、おかしいと思うんですよ。まあ自分たちの生活にねすぐ直結しないように思うかもしれないけど、こんなことされてたらどん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 僕たちの生活が破壊されてると思います。
駅 CV22 のオスプレイトキが来日大臣横田基地に到着しました。はじめは来年の10月とされていましたが前倒しされました。沖縄以外にオスプレイが空を飛ぶのは初めてのことです。輸送が目的のオスプレイ MV22 と違って横田基地から飛ぶオスプレイ CV22 は電子妨害機器がついた特殊作戦機で敵の国への偵察や紛争地域へ飛ぶのが目的です。去年オスプレイの事故率は過去最悪を記録しています。今横田基地にあるオスプレイ CV22 はそれをさらに上回り、アメリカでは危険すぎるので民家の空の上を飛ばせてはならないとされています。アメリカの人たちはこのオスプレイのことを自暴人生存機と呼んでいる。墜落だらけの鉄管飛行機です。私たちの暮らすこの頭の上をこんな危ない鉄管機は飛ぶこと絶対に許すわけにはいきません。子どもたちが安心して毎日を過ごせるよう横田基地に配備されるオスプレイに皆さん一緒に反対してください。いつまでも日本でも構いません。平和を愛する皆さん私たちと一緒に歩いてください。命を守る。